こんにちは。今週は、坂井隆成騎手がオーストラリアで初勝利したことについてお話をしたいと思います。続きを読む、競馬歴半世紀のベテラン、水嶋春幸の予想、コラムを集めた新コーナー、競馬夢広場、がスタート。紙面でも大好評の、単幅で買え、柴田大地騎手が騎乗馬を振り返る、大地が駆ける。G1 のステップレースを徹底分析する、前哨戦その一瞬、を掲載中です。続きを読む、こんにちは、初登場の牛山です。昨日は、岩手競馬アワード、の取材で盛岡にいました。岩手競馬アワー、続きを読む、大地が駆ける。3月12日15時25分、今週の異形厩舎、この一頭、コンピ革命家田中洋平のテクニカル6、特馬ネクストチルダ次の狙い場から、水嶋春幸の単幅で買え、3月16日16時33分、木南のつぶやき、終章調教祭典、女性厩務員のできるまで、3月3日18時50分、特馬くんの星占い、水嶋春幸、前哨戦その一瞬、2月14日15時14分、フォト写真ニュース中野翔吾騎手フォト写真ニュース船橋 4R で勝ち、地方通算71、フォト写真ニュース反応で追い切るレーデオロ、と、17日中山 3R 先月的中トップ。松田直樹の予想18日の、ごく馬ネクスト、スプリング S 調教祭典サイト案内動画を見る入会手続き方法を今すぐ見る、岡本光夫調教この一頭、週1日阪神 11R フィリーズ R イコールバレン4080円、市間健一郎片瀬屋、イジバ、11日阪神 2R イコール馬単4650円、柏山地夢兄弟柏さんの勝ち馬講座、週1日阪神 4R イコール単勝150円、バレン660円、平本かな福娘、平本かな願ったり叶ったり、週1日中山 6R イコールバレン650円、堀内康夫競馬歴45年堀内康夫3番勝負、1、1日中山 11R アネモネースイコール馬単910円、水嶋春幸の単幅で買え、11日 8R イコール単勝590円、副賞190円、佐藤哲造哲造塾、週1日阪神 11R フィリーズ R イコール3連単56610円、岡本光夫調教この一頭、草加中山 11R 中山牝馬 S イコール単勝820円、バレン1940円、柏山地夢兄弟柏さんの勝ち馬講座、草加阪神 11R 渦潮 S イコールバレン2030円、辻厚子秘密の厚子ちゃん、東下阪神 11R 渦潮 S イコールバレン2030円、久野明乗れる男久野明、東下中京 11R トリトン S イコールバレン7700円、今西和弘今西鎮雑学馬券、東下阪神 2R イコール3連単21080円、佐藤哲造哲造塾、東下阪神 9R 雪柳賞イコール3連単8270円、阪神 11R 渦潮 S イコール3連単22590円、中山 11R サンシャイン S イコール3連複1900円、中山 11R 中山牝馬 S イコール3連単53600円、中山 12R イコールバレン700円、中京 11R トリトン S イコール馬単11180円、フラワーカップ GIII 登録馬出馬表、中日スポーツ賞ファルコンステークス GIII 登録馬出馬表、フジテレビ賞スプリングステークス GII 登録馬出馬表、阪神大賞典 GII 登録馬出馬表、以下のボタンからログインしてください。お知らせはこちら、ご注意メールでお問い合わせの方は上記アドレスからのメールを受信できる設定にしてください。回答の返信メールが届かないケースが多く発生しております。ご注意ください。